今その医療問題というのが一つ その社会問題になってるんですけど、そこでありがたいことに今マクロビオティックという言葉をかなりその一般の方が知ってきたんですね。でマクロビオティックとは何か言ったら、まあ、あの横文字やからついその外国生まれのように感じられるかと思うんですけどね、そうじゃなしにこれは純粋に日本製なんです。でマクロビオティックというのはそのギリシャ語でマクロビオスという言葉があったらしくって、もうギリシャ時代からあったと。でこれを言い出したのが我々 その師匠である桜沢幸和先生が、創設というか創案というかこういう名前で広げたわけですけど、だから桜沢先生のことをマクロビオティックの父というふうに言っておりますと同時に、まあ、それの主になるのが玄米食なんですけど、まあ、この玄米食いうのもありがたいことに、まあ、かなりのお客さんが玄米はいいと言い出した。ところが、噂で玄米食をやった方途中で大概やめるんですね。でそれは何か言ったらその炊き方を知らない、食べ方を知らないというこの2点が問題なんですけど、そういうことも一般の方知らない方が多いんで、我々はそれを一つの運動のあれにしてるんですけどね。で今言うマクロビオティックの流れ中のを言うと、今言ったようにマクロビオティックを言ったのは桜沢先生、ところがその元祖になるのが、石塚左源先生なんです。でこの石塚左源先生っていうのは、明治陸軍の三大奇人の一人と言われた人らしい。でその三大奇人の一人の中に乃木希典陸軍大将、もう相当歴史古いんですけどね、その方もその明治陸軍の三奇人の一人と言われた。でその石塚左源先生がそれにそのこういう勉強を始めたというのは、当時の明治政府が明治9年から12年にかけてそれまで続いとった漢方医学、そういうものを廃止して日本の正統医学というものをその西洋医学一本に絞ったんですね。でその時に漢方医の人たちがいやそれはいかん言うて相当反対運動をやったんやけど、最終的にはもうその西洋医学一本法律でそれに決めてしまった。でその時に石塚左源先生もそれに疑問を持ったんですね。そして当時その石塚左源先生というのはオランダ語も勉強してて、でオランダ医学というのを勉強してた。その時にそのオランダ式分析学というのを身につけて、でそれからその日本の、まあ、民間薬とかそれから漢方薬それらを調べていって、でその中に漢方薬の中に陰性漢方薬、陽性漢方薬というのがあるんですけど、で陰陽というのがあって、でその陰陽とは何か言ったら、例えば陽性の病気に対しては陰性の漢方薬を使うと、で陽性の病気に対しては陰性の漢方薬というのがある。でそこでその分析した時にその陽性の漢方薬というのはその中に含まれている、ミネラルの代表するのがナトロン塩と、でこの量の多いのが陽性薬というわけですね。それで陰性に傾いた病気の時には陽性の漢方薬で、陽性の病気に対しては陰性の漢方薬というのを使うと。でそのなら陰性の漢方薬というのを分析していったら、ナトロン塩じゃなくこれが全く少なくなって、そしてカリ塩というのを、でナトロン塩とカリ塩というのに行き着いたと。それで、石塚左源先生が人間の血液を調べた時も血液の中のミネラル代表となるのがナトロン塩に対してカリ塩というのがあると。
で血液がナトロン塩1に対してカリ塩が5から7という、これを見つけたんですね。でその今言うナトロン塩カリ塩で、このことを明治27年ぐらいですかね、科学的食用長寿論というのにまとめて出版したんですね。でその最初僕もそのナトロン塩カリ塩塩というのがついてるやないかと。でナトロン塩言ったら簡単に分かる、塩から塩や、カリ塩とはないんぞや、これその理解するのに、なかなかその理解、だからこれも皆さんもやっぱし同じぶつかるやろうと思うんですよ。塩というのをつこうとったらと思うんですよね。ところがそのこれをもう一つ調べたら結局飽きっけ、よくその僕らでも小さい時にナスビの悪やとかゴンボの悪ちゅう言葉聞いてるわけやけど、結局その悪気ちゅうのはこのナトロン塩を消す物質だちゅうことですね。でそういうのが分かって病気の方よりもこれの多いすぎかこっちの多いすぎかちゅうことで病気の方よりがある。でそれを、この科学的食用常用の中で夫婦アルカリ論というのを内容の基本中華にしたわけですね。そしてその食品なんかを調べていったら、まあ、その中に、ナトロン塩の多い物質、カリ塩の多い物質中ので代表的なのがナトロン塩1に対してカリが3ということはナトロン陽性が強いわけですね。これが日本そばだから、日本そばというのはナトロン塩が多くて体を温める食品だ。ほんでその当時の明治時代のその当時の玄米というのがナトロン塩1に対してカリが5から7ぐらいだったと。そうすると、まあ、ナトロン塩の多い方が体のぬくもる食品、カリの多い食品は体を冷やす食品ということで、最もきついのがバナナなんかが1対2000。もちろんその取れる場所とか何かによってこの比率は違うけど、ナスビなんかがやっぱり1対200ぐらいというふうに言われて、だからナスビというのを食べたら体を冷やす物質だということですね。それで、石塚下げのその流れがそれを組んで、まあ、桜沢先生が世界中にこれを広めたと。で桜沢先生はこれが昭和6年にフランスに渡って、そしてその日本のその、どういったらいいか、日本の医学というものがこれはもう世界中に通用するものだと、日本人だけじゃなくて世界中にこれを広めようとした、今言う昭和6年にパリに渡ってこの運動を始めた。それでパリで、桜沢先生がその昭和10年にパリの名誉市民になってるんですよね。それでその時にパリにシベリア鉄道を使ってパリに行った時にこんな話があるんですけど、その市場で、野菜市場でナッパを拾ってくると。でそれを、やっぱし子供もね同じようにナッパを拾うらしいんですよね。で子供と話してたら、おじちゃんはそのどんなウサギ飼ってるかという話があったと。でその時に桜田先生もまさかその、その子供たちは何か言うたら、そのウサギの餌としてそのナッパを拾いに来てる。桜田先生はそのナッパを拾って食べたわけですからね。でそういう話があるんですけど、そうやって、パリでこの運動を始めて、約300冊の本をパリから世界中にばらまいたわけですね。